バッチリです。余裕です。いやでもいいもの感じるんで大爆発します。6連続 KO をしたいんですけど、今までの KO を全部超えていきたいですね。両翼の KO を超えるような、ここが一番、年内ラストを一番で終わりたいですね、僕の中の。そうそう、だから今集中を高めてそれできるようにさらに成長してるんだから、さらに進化したよ、前へ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 行くんだよ、相手を下がらせろ、絶対負けないから、絶対負けないから、前へ行け、よし来た！はい、おめでとうございます。よっしゃ、1年終わったー。やばい、ありがとうございました。いい1年だー。ここだな、これ。ありがとうございます。最高だよ。いやー、本当に1年だ。素晴らしい。ああ、いい経験だった、今年は。いい経験だった。いろんなタイプの試合でした。すげえ気分いいんだ。俺、あれ、このまま俺5秒ぐらい見つめた気がするよ。え、いや見れて。俺よく自分で分かんなくて。いやゆっくり流れてた。で行こうとしたら止めてましたよね。あ、じゃ止められて、佐藤このまま漫画みたいな。ね、漫画みたい。アニメだな。予言通り。あ、こういうやつ。立ったまま出身。立ったまま出身した。いい感触がありましたね。まあでも。まあ今日はこうやって早い段階で KO するっていうのが目標だったからこれでいいと思うんですけど、まあまあもっともっとベルトかかった試合だったらこんなんじゃいかないんで、そこはまた練習ですね。でも今年ちょっと戦ったからいっぱい経験積んだので、来年は勝負どころを見据えてこの勝負のエネルギーを注いでいきたいですね。今年はとは違った形で一個一個大きいのを取っていく年にしたいなってちょっと思いました。そうですね、王座ですね。やっぱりファイターとして基本それはモチベーションの土台になってるんで、それを取ってあげることによって僕ももっともっと頑張れるんで、王座ですね。ちょっとそれを絶対的な目標にして取ります。絶対僕にしかできないことではあると思うんですけど、まあ多分偉業って言われると僕の目標としてることからしたらちょっとだいぶ違和感があるんで、まあ、ベルトを取って2階級制覇して、そういう俺が業績を残したときに偉業って言ってほしいですね。もうちょっとですね、偉業までは。必ずそこに行きますよ。めちゃくちゃいい1年でした。幸せな1年でした。でもやっぱり僕の目標をチームが理解して、みんなが力を注がないとこういうのはできないので、ちょっとあれですね、僕のモチベーションを上げてくれたり、その僕を次のステージに持ってってくれるトレーナーであったりチームのおかげですね。多分それがあればどの選手もモチベーション高くできると思うんですけど、はい、僕はそういう恵まれてるから来年もずっと走り続けます。そうですね、やっぱり僕はずっとファンに対してはあんまり口で言わないですけど、こんなに勝ったり負けたりいろんな波乱万丈の人生を歩んできたファイターを応援し続けるファンってそうそういないし、そういう人は愛情深いですよね。だからそれこそ王座取って恩返ししてあげたいですね。取った日にはあれですよ、みんなベルト触ってもらいますみんなで触ってもらうまで会場出ないぐらいの恩返しをしようかな。